会議を開きます。一言ご挨拶を申し上げます。去る10月26日の本会議におきまして、懲罰委員長に選任されました福田昭夫でございます。党委員会は議員の秩序維持及び規律保持に関し重大なる責務を課せられており、その職責の重大さを痛感している次第であります。委員閣議のご協力とご支援を賜りまして、誠心誠意努めてまいりたいと存じます。何卒よろしくお願いを申し上げます。この際理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして委員長において指名するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは委員長は理事に丹羽秀樹君を指名いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。